ミア磨きは巧みじゃないとダメですね。失敗すると後の修正にすごい時間がかかってしまうんで、失敗はちょっと許されないもので。このラウンドでオレンジの肌のようになっているところがあります。ワイプしてきれいにしながら、デコボコがあるかないかを確認しながら、で残っていればへこんでて、塗膜が光って見えるので、それを全部取り除くようにペーパーをかけます。とにかく移動しながら止めないように作業します。主に目視で、確認しますけども、あとは手による肌触りも入れて確認しています。日産が世界に誇るスーパースポーツカーを作っているんだ、それに携わっていられるということで誇りを持って仕事をしたいと思います。車は正直で、ドライバーに素直に返事を返してくれます。だから車は素晴らしい。物心がついた頃からずっと車が好きでした。タイプ R の行く先を体現したいと、ドライバーが絶対の自信を持って操れるっていう操縦感覚と、あとはどこまでも走り続けていたいというふうに思えるタイプ R を目指しました。ネルブルクリンクは非常に長い、いろんな路面からの入力だとか、アップダウンや感度が変化して、車のウィークポイントを暴露する上で非常に効率的なフィールドだと考えています。究極のサーキットですね。普通の車の開発に傾ける思い以上の思いっていうのがタイプRの開発メンバーからにじみ出てるんですよね。今回はこの新しいタイプ R の開発が終了して、これから発売するわけですけれど、その発売前に我々が FF 最速である証明を果たしに来ました。グリーンヒル、地獄でもありますけど、いい車を作る上では天国でもあるのかなと思います。車に惚れ込むような、そういうタイプ R を完成できたと思っています。